東京パラリンピックのチケットの払い戻しの受付が今日から始まりました。東京パラリンピックのチケットはおよそ97万枚が販売されています。チケットは来年の大会でも有効ですが、延期によって観戦できなくなった人など希望者を対象としたチケットの払い戻しの受付が今日から始まりました。組織委員会によりますと、チケットの公式サイトから申し込むことになっていて、返金は来月中旬以降を予定しているということです。オリンピックのチケットの払い戻しは昨日で受付が終了し、今月下旬以降に順次返金されます。